松田学ですあの私がこのチャンネルで一人語りをするのはです、ね、あの大半がニュース解説をしながら私の意見を交えてコメントしているというパターンが多いんですが、まあ、今回はちょっとお少しその変えましてです、ね、えあの私からのメッセージというのを出したいと思いますがメッセージというのはです、ねまあ、あのこの連休今ちょうどおこれ、あのーえー、皆さんに配信されるの5月2日の夜ということでありますが。 えー、その翌日である5月3日、憲法記念日ですね。この憲法記念日にちなんでですね、えー、この私の考え、憲法に対する考え方を中心にということなんですが、えー、まあ、そもそもこの連休すでに祝日ということで言いますと、4月29日に昭和の日がありましたですね。まあ、昭和の日についても若干コメントして、えー、憲法についても取り上げるということです。で、祝日と言いますと、実はあの、私が聞いているところでは、日本は、 世界でも最も祝日の多い国だそうでして、考えてみますとですね、あの、ぶん前に、土日、いわゆる週休2日に移行してからですね、ぶん休みが多いなと思うことが多くなって、ビジネスをやったり、私も昔は行政やってましたが、いわゆるウィークデーだけでは仕事が足りない、もう時間が足りないと、仕事がこなしきれないということで、またあの、いろんな取引関係も、もう休みになると済まないとかですね、 まあそういうことで、ええー、不便を感じる人も実は多いんじゃないかなと思うんですが、あの、まあヨーロッパなんかは長期休暇を取りますが、まあこんなに、まあヨーロッパもキリスト教関係の休日、祭日が多いんですけども、ただ日本の方も多いらしいですね。で、ただこの祭日、休日にあたってですね、じゃあ例えばあの、ええー、建国記念の日に国民が建国のことに思いをいたしているか、あるいは今日取り上げます憲法記念日に憲法のことを考えているか、 あ今日は何の日だからどうなんだと、なんか思いを巡らせている国民ってほとんどいないんじゃないかなと。まあ、昔はあの国旗を掲げたりもしていましたが、最近は国旗の数も減りましたしですね。あの他の国に比べても、この祝日についての国民意識があんまり高くないんじゃないかなということを懸念しております。まあ、この大型連休も祝日がいくつもありますので、まあ、そのことについても、もう一度この祝日の意味というのを国民が考えた方がいいんじゃないかと。 えまあこのことに問題意識を持ちましたのは昔私が衆議院議員をしていた時に内閣委員会で山の日というのが今ありますですね休日になってますがこれを休日祝日にするその法改正というかえそういう議論が行われた際にですね私は当時あの次世代の党に属していたんですけれどもあの今千葉県議会議員をやっている田沼隆衆議院議員と一緒に。 これに疑問を提した議論をやってたことがありまして。というのはですね、まあもちろんあの山というのは新鮮な大切なものではありますが、それを言い出したらですね、まあもちろん海の日っていうのはもともとあってあったんですね。そしてそれに山の日があって、その次はじゃあそれ言い出すのは空の日がでも作るのかと。どん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 休日が拡大して、その割には皆さん意識しないで休み日だけが拡大してですね、まあそれでなくても労働力人口が減っていく日本はですね、この生産性という面からもどうなのかと。 労働生産性の面も下がってしまうんじゃないかとか、いろんな問題があるんじゃないかと、この際祝日の原点に立ち返るといことを考えれば、むしろ今はあの十一月三日は文化の日になってますが、昔は明治節と言われていて、この文化の日の休祭日をですね、明治の日にまあ戻そうではないかと。 いうまあ、今は超党派議連となって動いているようですがそんな議論を起こしていたことを想起するものですね。で先般の4月29日に、えー、あの昭和の日をお祝いする集いというのが都内で開かれましてそこでも参、えー、政党の代表として挨拶したときにそんなことも申し上げながらではですねこの昭和の日ということをどういうふうに我々 意義づけると言いますか、意識をするかということの、私なりの考え方もそこで申し上げたんですが、よくあの最近聞かれる言葉で、昭和な人、あの人は昭和な人だという、そういう表現があります。えー、これはもちろんいい意味には使われてないわけですね。しかし、昭和って、今から振り返ってみたら、素晴らしい時代だったんじゃないかと。もちろんいろんなことがあった時代で、戦後の昭和の時代のことだけを振り返ってみてもですね、えー、まあ、あの、 当時はですね、えー、まあ、敗戦後に失われた日本の軸がまだ、日本という国の軸がまだ残っていたという感じがしないでもありません。えー、まあ、共に働き、共に分かち合うという日本の、日本人の精神が企業社会の中では生きていましたし、何といっても、明日は今日よりも豊かになるという意識や国民を支えていて、それが日本の物語にも、どうしてもありました。で、私が勤めていた、 あの、入賞した当時の大蔵省、大蔵省なんていうのは、まあ、運動部が合宿を繰り返しているようなバンカラな雰囲気の中でですね、先輩が後輩をビシビシ厳しく指導するのは当たり前のことでして、まあ、これは本人のための愛情でもあると、えー、ごきみたいなこともしょっちゅう行われていましたけれども、今では多分それはですね、パワハラといって訴えられるし、ワーク・ライフ・バランスに反すると言われることで、まあ、皆さん、最近の、え、組織の人の話聞いてますとね、 やはり昔みたいにこの後輩方針を育てるのが難しくなったなっていうそういうふうな話もありますね。この昭和の時代からその過ぎ去った後世の中は、まあ、かつては日本はアナログの国でありましたがもうデジタルデジタルというふうになっていてもちろんデジタル化は進めなきゃいけないんですがそれによって失われたものも多いように思いますし、まあ、長期的な人間関係を重視して発展してきた日本がですねとにかく市場での競争だと。 いうふうになってきましたし、え、中の企業でも、コンプライアンスだとかですね、あるいはもう政治や言論の世界でも、ポリティカルコレクトネスというようなものが蔓延してですね、まあ、どちらかというと、グローバリズムに接見されて、こう、かえって自由が失われた、伸びやかな自由なえ社会が失われてしまっているような不自由を感じる人も多いし、生きづらいと感じる人も増えてるんじゃないかと。 で、そういう思いは別にあの、私だけじゃなくてあの、そういう思いを持っている方極めて多くて、あの、先般、あの、鬼滅の刃という映画について論評していただいた方が、このチャンネルでも論評していただいた方がこんなことを言ってましたが、やはり昭和の時代というものが良かったということを改めて思い起こしてくれたと。まあ、に日本人らしい人間的な世の中がまだあったというような、そういう見方もあるようですね。えー、で、あればですね、 ま、あの、まあ、参政党は、あの、の立場で言いますと、えー、もともと日本を取りも、本当の日本を取り戻そうというのを旗に掲げている政党ですけれども、えー、その点から言うとですね、えー、まあ、昭和時代を思い起こすというのはですね、まあ、本当の日本を取り戻す、まあ、一つの、なんて言いますか、きっかけになるという意味でですね、えー、この、行きつけ、行きつけができるんじゃないかという感じがしないでもありません。えー、ただですね、昭和を取り戻そう、 とということであればもう一つやはり重要なのは明治の日ではなかろうかなと。といいますのはあのちょうど今は幕末の時代にも似ている状況がありまして当時幕末ではペリーの黒船がですねまさに植民地支配という当時のグローバリズムコロナ脅威に覚醒した国民が立ち上がってそして明治維新が起こりですねそして明治以降ですね日本は日本という国家の軸を中軸にしてですね 近代化を果たしたと。もちろんあの、戦争で敗れたんですが、まあその時もですね、アジアを植民地から解放するという理念で大東亜戦争を戦い、まああの戦後の世界は植民地のない世界になったという流れがありましたが、まあ敗戦後日本はとにかく先般国であるという、まあそういう東京裁判士官のもとに日本は国家の軸を失っていったと。 まあ昭和の時代にはまだそれは残っていたけれどももう平成以降ですねこれ完全にグローバリズムによって打ち砕かれてしまって日本の国民意識が漂流してしまっていると。ということを考えますと、まあ、令和の時代というのは日本を取り戻そうという時代だとすればですねやはりこの日本が もう世界でも稀有なですね、国民国家をですね、グローバリズムに対抗して作り上げたレ点ンテが明治にあるので、そういった意味で、明治の日というのは重要ではなかろうかということではないかなというふうに思っております。さて、本来の憲法、憲法記念日、これを配信している時点から見ると、明日が5月3日の憲法記念日ということになるんで、当日ご覧になっている方もいらっしゃるかもしれませんが、私はこの憲法記念日に、 メ、ね、メディア向けに参政の,の代表とししててッセージを出しております、まあ、そのメッセージをご紹介しますが、まあ、若干のコメントを加えながら、以下、私の,この憲法記念日に寄せるメッセージをご紹介したいと思います。現行憲法が施行されてちょうど76年が経ちました。でこの間ですね、まあ、この現行憲法はご案内のように、 GHQ の占領下において事実上、あの、アメリカが起草されたとされるものでありまして、その後、一度も改正されていることがないわけですね。で、今や世界最古の現行憲法とされていると。で、もちろん、あの、そこで、えー、歌われた民主主義、あるいは基本的人権の尊重、あるいは平和主義という趣旨そのものはですね、えー、今後も継承していくべきものでありますけれども、えー、時代の変化に合わせて憲法を、 普段に見直していくということ自体は、そういった営み自体はですね、これまで世界各国がしてきたことでありまして、日本にも問われている課題であるということではないかと思います。えー、例えば具体的な条文について言いますと、憲法9条の問題は常に議論になっていますが、えーまあ、あの憲法9条の第1項はですね、これはの侵略戦争を禁じる趣旨なんですね。 これ、それが戦争放棄と規定ということでありまして、第1項にはこう書かれていまして、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決手段としては永久にこれを放棄するということですね。で、これはあの、国際社会においてはこういう表現の仕方というのは侵略戦争をしないということを謳っているものだと。 いうふうふなことで共通の理解があります、えー、この戦争放棄というのは侵略戦争をしないとでも戦争には他にいろんな形態があります、えー、この制裁戦争もあれば侵略戦争、えー、他に制裁戦争もあれば自衛のための戦争というのもあるわけですねでこの中で侵略戦争を放棄したものでというふうに謳われているわけですで問題はですね論点になりますのはこれに続く9条第2項なんですねこの第2項にはこういうことが書かれています 全の目的つまり戦争放棄を定めた第1項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない丸国の好政権はこれを認めないとこういうふうになっていますであの全項の目的を達するためというのは当時の足立首相が入れたと政定時のですね足田修正と言われていて侵略を戦争を失いという目的を達するために 陸海空軍の戦力は持たないと。つまり侵略戦争のための戦力は持たないということにしたんだという、そういう説があります。で、その説の逃避は、ともあれですね、この侵略戦争の手段としての陸海空軍の戦力を持たないとしたというところまでを認めたとしても、ここがこれを保持しないでまるで切ってるんですね。で、その後、 全国の目的を達するためというのがかからない形で国の公選権はこれを認めないと規定していますので、前提が何もなく裸でこの国の公選権は認めないということを憲法では明記しているということになっているわけですね。で、つまりあの条文上はですね、どういうことになるかというと、侵略戦争どころか自衛のための戦争、例えば日本が武力攻撃を受けてしまった際でもですね、 武力を持って自分の国を防衛するということもできない。これ禁止してしまったと。国家が、これは自衛のための戦争っていうのは何のためにそもそも国家があるのかといえば自衛のための戦争をするということが基本中の基本なんですね。で、これは憲法に規定しようが規定しないが国家そのものが本来有する主権の中の本質的な部分。 なんですね、でこれを明文で否定しているということは本来持っているはずのものをわざわざ憲法で否定しているということは日本は主権を放棄しているということに親しんでしいんじゃないかとでしかしこ,のこういった主権を放棄するような規定というのはちょっと他の世界的に珍しい条文となっているということはかねてから指摘されてきたわけです。 で、もちろんこれではいかんということで、いわゆる解釈改憲といって政府が、こういう規定があるにもかかわらず、全文とか他の条文から引っ張ってきてですね、自衛隊は合憲だというのが政府解釈になっているんですが、ただ、あの、現下の国際情勢の下で考えてみますと、この憲法に基づいて、やっぱりこの第 2, 2, 2項に基づいてしまうと、どうしても、この防衛の範囲が狭くなってしまう。 選手防衛ということになるんですが、この規定に基づく選手防衛というものがですね、日本の国防に支障をたしているんじゃないかとか、あるいは世界の安全保障への日本の貢献にも万全を期すことができなくなっているんじゃないかといろんな議論がずっと行われてきました。様々な制約になっているんじゃないかという声が高まっているわけですね。で、まあ、現在自民党は、 これを克服するためにかどうかわかりませんが、自衛隊を置くという、そういう言葉をこの9条に付け加えるという、そういう方向で改憲案を示しているとされているんですが、ただ自衛隊を置くということであればですね、現状での機能、自衛隊の機能をそのまま追認してですね、そして存在を、その存在を追認すると、自衛隊の存在を追認するだけで、 あのまあ、提起されているいろいろな問題が果たして克服できるのか、えー、ということがあります例えば、えー、この,あの自衛隊というのはいわゆる軍ではないという議論がかつて自民党にありました軍にすべき国軍にすべきであるとでこれにはいろんな意味がありましてあの自衛隊は例えばあの何をやっていいかということを定めているポジティブリスト方式と言われていますそれに対して戦争安全保障防衛の問題というのはいつ何が起こるかわからない ですからもう現場で即応的に対応できるように、いろんなことができるようにしておかないと国は守れない。だからやってはいけないことを挙げるネガティブリスト方式で、この、ま、軍というものを、というのは、機能していると。まあそういうふうにするためにやっぱり軍に格上げしなきゃいけない。まあ、自衛隊は一種の警察的な存在に過ぎないと。そして軍になれば、この、いわゆる戦争放棄、国際的な戦争放棄に従うことになりますので、これにはこれとしての規範があると。 その規範のもとで,です、ね、もっとあの機動的に日本の国を守るようになるんじゃないかっていうのは昔から言われていることですねであるいはこう,こういった厳しい制約ののを前提とした専守防衛という考え方のもとに例えば法人の救出海外における日本人の救出であるとかあるいは国,国際社会が一致して行動するときに日本がそれにフルに参画することができない。 もちろん戦争することに参画するかどうか別問題としてですね。えー、まあ、あるいはですね、まあ、その他のいろんな問題がずっと議論されてきて、これやっぱり憲法9条2項というのの存在を前提とした専守防衛の中に、えー、のがもたらす制約ではなかろうかと。えー、まあ、あの、して、しかもですね、現在の、えー、まあ、戦争の形態っていうのはですね、えー、まあ、かつてと違って、まあ、技術的にもいろんな変化をしているということですね。これはサイバーの分野もそうですね、えー、とにかく、 攻撃は最大の防具といわれる裁判の分野で、この憲法の規定が制約になっているという指摘もかねてからありますし、この盾と保護と言いまして、日本は保護を放棄して盾だけだと。で、盾だけで守ると防衛は極めて不確実になり、しかもコストが高くつくようなになってきてしまった。ある一定程度盾と保護のバランスを取っていかないといけないという議論もあるわけです。 で、こういった議論を、まず、あの、ちゃんと深めて、尽くした上で、この日本の国の守りのですね、機能面からの議論をした上で、あの、現行の憲法の議論をすべきではなかろうかということが一つあります。えー、で、こういった点も含めてですね、あの、大事なのは、私たち日本国民が自らの手で、外国語の翻訳ではない、正しい日本語で憲法を書くと、作ると。 いうことではないいでしょううかということで,す、ね、でこれをこのことを通じて、まあ、戦後残されたままになっている、まあ、とにかく日本は戦争を二度,二度とさせない、まあ、いわゆる独立の状態に置かないということが優先されたのが当時の GHQ の方針だったアメリカの方針だったわけですね。でその方針のもとに書かれた憲法が時代が変わっているということを踏まえていろんな面で今の時代に合わなくなっている面についてですね えこのおそういった諸課題を残されているということをえ我々自身で解決するということがですねまあ真の独立国としての日本に問われているのではないかろうかというふうに思います。で参政党はですね国民が政治に参画する参加型民主主義というものを提唱してまあ昨年国政政党になったわけですがえまあ今申し上げたようないわゆる自主憲法制定という議論ですねこれをですね さらに発展させて広く国民が憲法論議に参加する創建クリエイトの創造の層に憲法の剣と書いて創建という考え方でを取っているということなんですね。でというのはですねなぜこの国民でというのかといいますとあのよくですねあの憲法は国会で議論すべきものだと思っている人が多いんですね。 もちろん国会が発議しなければいけませんので国会で議論は不可欠ではありますがしかし、えー、憲法改正そのものは国会ができるのは発議だけなんですね、えー、でその発議によって行われる国民投票で過半数によって国民が、えー、憲法を決める憲法を決めるのはあくまで国民なんですね、えー、だからいかなる内容を国会がこの発議をしてもですね 国民の間でもう一定の合意が形成されていないと国民投票で否決されてしまえば憲法は変えられないわけです。でそういったことで、まあ、あの、賛成党は、あの、総憲などという優長なことを言っているけれども、もっとこの緊急的に対応しなければいけないのは憲法ではないかと言われるんですが、いくら緊急に対応しても国民が、あこの賛成しなければ変えられない。 でま、た反対されてしまったら憲法改正が二度とできなくなるぐらいの傷跡を残してしまうわけですからまずは国民が賛同できるそのためには国民の間でもっともっと憲法についての議論を深めて認識をしておくし,していただくということが必要で、まあ、急がば回れではないかというのが三節の立場なんですね、えー、で特にあの今の日本の国民に問われているのはほ、ね、他の国に自分の国の運命を委ねることなくですね 国民自らが自立思考でですね、自分の頭で日本の将来を考える、そういう営みではないかと思います。えーまあ、日本は世界でも稀有な歴史と伝統を誇る国でありますので、例えばその日本が受け継いできた国柄の何を将来に世代に向けて受け継いで、引き継いでいくのかと、えー、日本の何を守って死死孫に伝えていくのか、えー、そしてそれによってどのような国づくりを目指していくのかということについて、一人一人の国民が考えると。 でそれ自体が重要ではないかのかとそしてまたそれは、えー、次の世代に向けた私たちの世代の責,責務ではないかというふうに思います。えー、でまあ参政党が提起しております創建というのはそのきっかけになるものであろうというふうに思っております。またあの国民一人一人が自らの国家のアイデンティティというものをもっと明確に自覚するということも必要ではないかとこれは国際社会において日本が 日本ならではの貢献。日本は世界の課題解決、課題先進国として注目されている国でもあります。そういった国が日本ならではの解決を示して、世界にモデルとして提示していく上でも、私たち日本の持っている国柄が人類共通の課題にどういう解決策をもたらすことができるのかということについて、我々自身がよく学んでいく必要があると思います。特にですね、 まあ先ほども申し上げましたあこの安全保障に関して言いますとです、ね、国際情勢というのは極めて厳しいものになっていくわけですね。その中で真に実行ある現実的な国の守りこれを考える上でやはり大事なのはです、ね、憲法論議に国民ができるだけ多く参加をすることを通じてあの客観的な情勢についてより多くの国民が正しい認識を持っていくということですね。 でその上で,です、ねえー、納得感のある合意をやっぱり形成していく国民の間で作っていくと、まあ、のよくです、ね、国の守りの最大の前提は、えー、国民の国を守る決意であると言われますが、まあ、決意という言葉を使わなくてもです、ね、少なくとも状況を理解し、えー、この日本の国の守りはどうすべきであるかについてのある程度の共通の、まあ、客観的な情勢があるわけですからその理解は、えー、ないといけないと。 で、こういったことを今申し上げたことを実現するためにですね、まずは一人でも多くの国民にですね、この他人事ではなくて、この憲法は自分事なんだということで、憲法論理への関心を高めていただく必要があると考えていまして、まあ、すでにこの参政党の中にはですね、この総研のチームがスタートしておりまして、えー、日本の国柄を反映した望ましい憲法のあり方について活発な議論が行われています、えー。すでにたくさんの素案が出てきていまして、 参政党は今後ですね多くの国民の参加を得ましてですねこの創建というものを国民運動に発展させていきたいと多くの国民に加わるようなそういう仕組みも考えていきたいと思っています他方でじゃあ国会はどうするのかってことなんですが当然あの与野党による活発な憲法論議が必要です今までは手続き論が多かったんですがこれから中身についていろんな議論を出していただきたいなと。 え、思いますし、賛成党もそれに参画積極的に関わっていきたいと。と言いますのは、やっぱり国会で議論されますと、それが国民にいろんな論点が報道を通じて知られることになりますので、やっぱり国民自らが憲法を考える、そのきっかけにはなるわけですね。そういった論点発信のためにも国会での議論というのはどんどんやっていく必要があると思っています。そして、あの、ここで少しちょっとあの、復元しておきたいんですが、あの、賛成党は、 憲法改正に反対してるんじゃないか。だから語憲論じゃないかっていう誤解が相当、昨年の参院選の前後にも見られました。これは完全な誤解です。今私が申し上げたことをお聞きいただければわかりますように、この、我々参政党は今の憲法そのものをずっと続ける立場と反対の立場に立っていて、そういった意味ではその正反対と言える総憲の立場であるということが一つです。ではなぜ、そういうふうに誤解されたのかというとですね、 あの、今の憲法改正そのものに反対してるんじゃなくて、今出ている自民党案などから出ている憲法の、まあ、改正の案について反対であるということを言ってるわけですね。で、何に反対してるのかといいますと、緊急事態条項に反対していたわけですね。で、この緊急事態条項に反対した理由は何かといいますと、この3年間のコロナパンデミックに対するこの対応を見て経験し、 ま、多くの国民、感じている国民も増えているようですけれども、えー、あの、もし、その緊急事態条項の中身がですよ、ね、もしこの総理大臣にですね、えー、この国会の承認とか、あるいは議決を経ない形で、裁量的な緊急的な権限を付与することになりますと、えー、例えばその総理大臣がですね、海外の勢力によって左右されるということが起こりますとですね、えー、これはあの、国民の人権とか基本的権利とか、 引いての健康の問題にまで不当な被害を及ぼす可能性があると,という趣旨からですね特に感染症を意識してですねこのグローバルな勢力によって日本人の権利が害されてはいけないという観点からですね反対を表明したということなんですねただもちろん現時点においてはですね国会議員の任期の話というのが緊急事態条項 について、焦点になっているようなので、えー、まあ、あの、そのこと自体にどうこう言うつもりはありませんが、もしですね、あの、非常体験のようなものをですね、総理に与えるというふうな議論、これを感染症に対してもやるということになってきましたらですね、これには賛成党として反対の表明をしていかざるを得ないというふうに考えているということは、復元しておきたいと思います。まあ、いずれにしましてもですね、あの、今後の広く国民に憲法に関する議論を 促していくというのが参政党の立場でありますし、創建に向けたプロセスを進めていくということで、参政党がもともと理念として掲げております、日本の国益を守り、世界に大調和を生むと、そういう国づくりを目指していきたいということで、私自身もそこに向けて、これからも力を尽くしてまる所存であります。まあ、あの、まあ私が今回申したことについてはいろいろなご意見があるかもしれませんが、 えーまあ、5月3日の憲法記念日、憲法を考える一つの素材にしていただければと思います。どうもありがとうございました。